はい、こんにちは。パーカッションの高見です。この動画では、パーカッションを自由に演奏するための体の使い方っていうですね、非常に大きなテーマについて語っていきたいと思います。えー、僕的にはですね、今回の内容はめっちゃくちゃ重要。お、え、そ、ー、らくですね、この話、説明もすごく長くなってしまうと思われますのでですね、どうぞお時間がある時にですね、じっくりご覧いただければいいなと思います。えー、想定する視聴者さんはですね、もうとにかくパーカッションがうまくなりたい。 真剣に上手くなりたいと。もう付け焼き場的なテクニックとか小手先の技術とかもうそういうのいいと。おためごかしはいいんで本質的なことが知りたいという方には特に向いているんじゃないかと思います。あとはマルチパーカッションですね。いろんなパーカッション、いろんな楽器を演奏したいという方だったり、怪我をしたくない、怪我の予防、健康的に楽にパーカッションを叩きたいという方に特に向いていると思います。 はい。ではまずはですね、ゴール地点から明確にしていきたいんですけれども、自由に演奏する、自由自在に演奏したいってなったときに、体はどういった状態にあればいいと思いますか僕の考えはですね、理想的には、体は限りなく無意識のレベルで動いてくれたらいいなと思います。なんでかというと、こう、楽器をやるとか音楽をやるってなったときにですね、どういう流れかというと、まずイメージが先行します。 えー、頭でイメージしたものが体に伝わる。で、体が動く。体を動かして楽器を鳴らす。で、楽器が鳴って音になる。音が交わって音楽になると。まあ、こういう流れがあると思うんですけれども、これもですね、できればもうイメージしたものが直音になってくれたらいいなと思いませんかで、実際にもうプロのミュージシャンたちはですね、この感覚で音楽をやっています。まあ、この感覚に なるためになるように練習をしているとも言えるんですけれども、もうイメージ直音ね。それはどういうことかというと、つまり体がもう無意識の像に入っていると。イメージしたのと同時にもう体は動いていると。無意識のレベルでね。で、それで音になって音楽になっていると。っていうのは簡単なんでですね、いやもうそんなのプロのレベルじゃないと無理なんじゃないのと。 思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、実はこれ関係ないんですね。始めたばかりのビギナーの方でも、この動きを繰り返す、習慣化することによって、無意識のレベルに持っていくっていうことは可能でありますと。で、これどういう感じかというとですね、あの、歯磨きしますよね、皆さん。歯磨きしようと思って歯磨けなかったことありますかあるいは、こう、歯磨きしていて、今ここの筋肉を、これぐらいの力加減で、 使っていて、どれぐらいの速さで、どれぐらいの角度って,ってこう考えながら、意識しながらですね、磨いてる人いますかねおそらくいないと思うんですよ。もう自然に何も考えずに磨けちゃうと思うんですね。お歯磨こうと思って、歯ブラシが鼻の穴の中に入るってことないと思うんですよ。もしかしたら寝ぼけててね、入っちゃう人いるかもしれないんだけれども、えー、基本的にはもう何も考えずに磨けてしまいますと。それはもう繰り返し繰り返し、毎日、 やっている中間化していいるる化し動きだからそれは脳が覚えてるんですねで。一連の動きを脳が覚えていて、ただそれを再生しているだけと。で、その時に意識は存在していないんですね。で、このレベルにまで体の動きを楽器演奏の時の体の動きに持っていければ、まあ、無意識で動けて、イメージが直音になっているっていう状態になります。で、これを目指していきたいと思います。 例えばハンドパーカッションでこういったストロークがありますと自分が出したい理想的な音がこのストロークで出せますっていうことが分かったらここから先は早くてですねあとはもうただこの動きを繰り返し反復すればいいですね反復することによってはじめのうちは意識しながら考えながらやっていた動きでもだんだんですねもう何も考えなくても つまり無意識でもできるようになってくると。これを僕はですね、この動きを脳にインストールさせるというふうな言い方をしています。このインストールを繰り返すのが一般的な楽器の上達方法ですで。ただここでですね、問題点が2つ出てきます。何かというと、まずそもそもですね、インストールさせるべき動きがわからないと何も始まらないということですね、まあ。仮にいい動きだとしましょう。 いい演奏するためのいい動きがあったとして、これがわからないと、あれ一体何をインストールしたらいいんだろうと何を反復何を練習したらいいんだろうっていう状態になっちゃいます。すごい上手いですね。プロのプレイヤーとかを見て、ああ、あの人上手いな。あの人の動き、フォームとかそのまま真似したらいいんじゃないかと思うかもしれません。まあこれね、確かに一理あります。見よう見真似で、プロのプレイヤーの動きを再現してみると。 ただこれね、めっちゃくちゃ難しいです。なんでかというと、自分の体っていうのはですね、自分が思ってるほど動かせません。もうこれ断言しますけれどもですね、自分の体ってね、自分が思ってる動きしていません。いや、そんなことはないと。自分はですね、思い通りの動きができるという方はですね、ぜひですね、スマホのカメラで自分が一番かっこいいと思うダンス、踊りをですね、踊って撮ってみてください。あとで見直してみてください。 多分ね、絶望すると思うんですね <laughs>。まあ、そんぐらいですね、自分の体って、自分の思い通りに動かない、動かせないもんだと思ってください。で、問題点もう一つ目は、例えば一つの楽器、今画なら、今画のスラップっていう音ありますね。パッっていう音。このスラップの音の出し方が分かったと。分かりましたと。で、あとはこれを繰り返せばいいだけですね。お繰り返す、繰り返す、繰り返す。無意識のレベルでもできる。あ、インストール完了。 できるようになりましたと。もう無意識でもスラップ鳴らせますと。まあ、めでたしめでたしなんですけれども、これ問題はですね、パーカッションって、コンガだけじゃなくて、いろんな種類の楽器、ものすごい数の楽器があるんですね。これを一個一個に対して、一音一音に対して、あ、こうすれば、こうなるんだっていうインストールやってると、めっちゃくちゃ時間がかかるの分かりますかね。コンガだけなら、まだしも、その他の楽器もやりたいなと。 なると、一体何年かかるんだろうと。えー、いうところが、まあ問題点でありますと。で、僕が出した結論は、あ、楽器じゃなくて、まずは自分の体が自由自在に動かせる必要があるなと思ったんです。まあこれ当たり前と言っちゃ当たり前なんですけども、さっきも言った通り、こう、自分が思ってるほど自分の体ってまず動かせないんですね。これが大前提。で、ここから自分が思い通りの 体の動き。あ、今、こういうふうに体動かしたいな。で、体が動いてくれることが、まず第一。で、さらにですね、この部位。こういうふうに体を動かしたら、こういう効果が出せる。こういう機能があるなっていうことを知ることによって、いろんな楽器を演奏する能力に変えることができると思ったんですね。で、一個一個、こう、体のことを で、自分の再現度が上がっていけばいくほど、誰かが演奏してるのを見たときにですね、その動きがめちゃくちゃクリアに見えてくるようになります。あ、こういうふうに動かしてやってるんだ。あこういう理屈でこの動きをしてるんだっていうのがですね、すごい見えてくるようになってるんですねで。人の動きを見て、その動きがある程度 見切れるようになってきたら、あとはもうですね、今 YouTube でいろんな方の演奏動画が上がってますから、そういうのを見ればいいですね。そういうのを見て、あ、なるほど、こうやってやってるんだ、この動きで。あ、ここの筋肉使ってんのねっていうのを学ぶことができるんですね。で、それを自分に取り入れたければ、それをそのまま自分の体で体現すればいいというふうになります。で、問題点もう一つ目ありましたね。いろんな楽器を。 なるべく短時間でできるようになりたいとなった場合にも自分の体さえですね、思い通りに自由自在に動けば何か一つパーカッションやればですね、もう大体ですね、この打楽器ってすごく簡単な物理なんで特性っていうか、あ、こうやればこうようとするんだっていうのが見えてきます。で、それを他の楽器に応用させる。まあそれぞれね、微妙に特性が違ってちょっとした なんでしょう最適化変化させるのは必要なんですけれども、それもですね、自分の体の方が自由に動けるようになっていれば、あ、なるほど、この楽器はこの感じか、あ、この楽器はこの感じかっていうのがですね、非常に短い時間でできるようになってきます。はい、というわけで、ここまででですね、パーカッションを演奏するために体の動かし方、使い方が重要であるっていうことが、なんとなく、 わかっていただけたかなと思うんですけれども、すいません、動画の方がですね、ちょっと長くなってきてしまいましたので、今回は一旦ここまでにしたいと思います。で、パーカッションを演奏するためのですね、体の使い方、動かし方のろはみたいなのを僕なりにまとめたのがありますので、それを次回の動画でシェアしたいと思います。本当はですね、これがメインだったんですけれども、えまさかの前振りで終わってしまう、えー、結果となりました。申し訳ありません。 えまた次回の動画でですね、解説しますので、そちらをお楽しみに。はい、というわけでこのチャンネルはパーカッションに関する情報発信を行ってますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。また、東京、神奈川では対面レッスン、遠方の方はオンラインレッスンもやってますので、えー、気になる方はですね、概要欄からチェックしていただければと思います。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。